観客、そして選手の皆様、数々の激戦を経ていよいよサウマラとハスハイの決戦が始まります。テイマーのハニヤーが旅人との勝負を決める時です。勝者が最終テストに合格すれば私の全財産を受け取るとともに大会を継続して行う責任を担うことになります。そして全テイワットに平和のあるべき道を引き続き宣伝してくれることでしょう。今日はカウトリアがいないみたいだ。チャンスだぜ。決戦と最終テストの後はまずエルヒンゲンを説得して、それからカウトリアと直接話し合おうぜ。ミコニレイラ、お前らも来てくれたのか。やはりね、せっかちな学術狂いもついに主人公一行に正体を現しちゃった。ランジラの推測は真実に近いところにあったんじゃな。しばらくは教令員には伝えないでおくというのも慎み深い判断じゃった。何せカウトリアか、あるいは他の者が切り札を残しておるかもしれんからな。まあ今の状況じゃ気を抜くに抜けないぜ。あの最強と呼ばれるハニヤーと対戦することになった上、エルヒンゲンの最終テストが何かもまだわからないんだからな。それにハニヤーを説得する方法だって。何、答えは明白じゃろ。わらわたちのキノコンたちを連れてハニヤーをあっさりと倒し、あやつの態度を改めてから真実を投げ込めばよい。あなたたちならきっとハニヤーさんを正しい道に戻せるって信じてるよ。よっしゃ、ポカポカ B に天然ヨーヨー銃、それに百乱射、一番よく知る仲間たちと肩を並べて戦うぞ。みんなの力を結集したのが今のオイラたちだ。だから絶対負けないぜ。ようやくこの日が来たわね、旅人パイモン。忠告したはずよ、キノコンに余計な感情を抱かず駒として指示を与えるようにと。でも君たちは何の変わりもないよね。だからこの対戦を何の心配もなく終わらせられるわ。そうだ、オイラたちとポカポカビーに、それから他の仲間たちとの連携は絶対負けないからな。はあ、分かったわ。それじゃその軟弱な戦い方と本物のテイマーの戦い方の差を見せてあげる。炎1、
相手の攻勢もそろそろ限界よ。私に説教する気？一番重要な一歩を踏み出せていないっていうのに失敗したわ。結局君たちは最大の変数になったってことね。でもそんな幼稚な考えでどうして私に勝てたわけ？ハニヤ、オイラたちが勝ったんだから約束通り話を聞いてくれるよな。でも話は一旦後にしたいんだ。まずは炎一に最終テストまでついてきてもらえないか？炎一、この子を連れて行くの？ああ、ポコポコビーニーとテンテンヨーヨージュ、
シャクライシャラ、それとお前の炎一、みんなのキノコンの力を合わせて最終テストを通過するんだ。あの日お前と会話してノートを手に入れた後、オイラたちいろいろと考えたんだ。キノコンの安全性についてだけどさ、確かにお前の考えも一理ある。H 宝珠は人の健康に影響を及ぼすし、大会は過度に宣伝すべきじゃない。キノコンと人間の近くでは暮らすべきじゃないと思う。でも H 宝珠を改良しながらキノコンと交流を深めて、温和なキノコンを見出していけば、この群れと少しずつ仲良くなることは可能なはずだ。好きにすればいいわ。私はどうせ負けたし、敗者が頑固に言い張る資格なんかないもの。炎一もいつも自分のことを思いやってくれる主が欲しいでしょ。ハニヤ、しっかりしろ。仲間の心にいる自分の位置を見誤るなよ。最終テストに合格したらもっと大事な話があるんだからな。そうだぞ、当時何が起きたか分かればお前も考え直すかもしれない。素晴らしい、実に素晴らしい対戦でした。観点の対決も誠に感慨深い。エルヒンゲン、なんで会場に入ってきたんだ？もちろん両者の最終決戦、そして優勝者の最終テストでの姿を見届けるためです。大会にとってこれは歴史的な時、欠席するわけにはいかないでしょ。さあいらっしゃい、旅人とパイモン、私にあなたたちの意思を証明してみてください。あなたたちならきっとこの大会を昇華させる鍵になれる。どういうことだ、ファデュイがあちこちいるぞ。エルヒンゲン、会場に悪者が侵入してるぞ。早く逃げろ、オイラたちが相手するから。って待てよ、出口はどこだ？さすがは旅人、察しがよろしい。さ、このような窮地にも対応する策はありますか？オイラ、よくわからないぞ。今は最終テストじゃなかったのか？真相まであと一歩というところです。カウトリアの動機は確かにおっしゃる通りだ。彼の発掘した失われた技術は素晴らしい力を秘めています。だから彼を買ってこの大会を計画し、この技術の影響力を広げようとしているのです。まあ、あなたのような価値の高い目標が自ら釣り針にかかるとは思っ…つまりお前は初めからカウトリアに騙されてないし、それどころかカウトリアを利用したのか？くぃ、ムカつくぜ。お前に気をつけろって言ってやろうとしてたのに。気迫は素晴らしいですが、自信に満ち溢れすぎたようですね。天天ヨーヨー獣、百乱シャラ、それに炎一まで、お前らどうしたんだ？カウトリアは H 宝珠に裏コマンドを追加したのですよ。私がこのコマンドを実行すれば、宝珠にコントロールされた全てのキノコンは私の言いなりになります。まさか大会を大々的に宣伝することで人々にキノコンをたくさん捕まえさせて、それを乗っ取って悪事を働こうとしてるのか？鋭い勘ですね、とてもいいですよ。大会をもっと広げれば、民間に膨大な数のキノコン部隊が出来上がる。スメールで混乱を引き起こすチャンスを作ってくれるでしょう。私が同僚の手に負えないようなことを成し遂げれば、私の敬愛する主、あなたたちのせいでここを去ったドットーレ様も、私に今、私はもっとうまくやれます。あなたたちを排除できれば、長官や多くの同僚の汚名を晴らし、最も偉大な功績で組織に貢献できる。あなたたちの死は事故として喧伝しましょう。
き、そしてこの秘境を封鎖してあなたたちに起こったことを誰にも知らせずにおくのです。もちろんその後はあなたたちへの追悼を名目にさらに多くの。お前なんで平気な顔してデタラメを言えるんだ。ひい、お前の話を聞いてすっごくムカムカしてきたぞ。でもどうしよう、お前は今武器を持ってないし他のキノコンの仲間も言うことを聞いてくれないぞ。焦って動く必要はありませんよ。キノコン対キノコン、そして戦士対戦士、旅人の仲間たちが倒され信念が崩れ落ちたその時、私たちのこれまでのやり方は綺麗とは言えませんでした。そのプカプカ水キノコ、裏コマンドを3回も発動したのにどうしてまだ旅人の指示を受けているんです。カウトリアの装置が壊れ。ほう、まだ気づけておらんようじゃな。 H 法事の技術は確かにキノコンをテイマーの命令に従わせられる。じゃがそれはあくまでも奴らの本能を抑え、生物としてのキノコンとテイマーとの交流を深めたに過ぎぬ。この4体のキノコンはテイマーを認めておる。奴らの間の感情と絆はとっくに H 法事の影響を凌駕しているんじゃが。八重美子、あなた秘境封印の術法を解除できたのですか。粗末な模倣品でわらわを阻むつもりとは。どうやら甘く見られておるようじゃな。寄せ集めの裏コマンドが本当に何の弱点もあらわにしてないとでも思うたか。面倒な。ミコにレイラ、ハニヤも来たのか。エルヒンゲ、君が首謀者だったのね。キノコンよりも君の野心の方がもっと許せないわ。八重お姉さん、焦るでないぞレイラちゃん。こういう時はちゃんと見届けるんじゃ。仲間の絆というものは世俗的な陰謀や技術に破壊されたりはせぬものよ。百雷シャラ、まだ任務をやり遂げてないじゃろう。ここで屈服してどうする。もしかして今が八重お姉さんの言うタイミングなの。天天ヨーヨー獣、信じてるよ。あの嘘つきを倒そう。キノコンの仲間たちが裏コマンドで受けてた影響が消えてくぞ。まだためらっておるのかハニヤ。怖いか。駒として使ってきたキノコンが常に汝を信じておること、そして今まで避けてきた感情を今直視せざるを得んのが。でも汝のキノコンは待ちくたびれておるようじゃぞ。 H 法事のコントロールから逃れた後もずっと汝の命令を待っておる。ほのいち、君は本当に私を待ってるの。ごめんね、ずっと厳しくしてきたのに。まだ私を信じてくれていたのね。さあやるべきことをやり遂げましょう。なんだかわからないけどキノコンはみんな目が覚めたみたいだぞ。よっしゃエルヒンゲン、この卑怯者め、オイラたちの怒りを受け止める準備はできたか。慌てず、秩序を崩さずに迎え撃ちましょう。相手はただのキノコ、私たちはまだ主導権を握っています。
まずはこれを。降臨。冷静に盛り合わせた。この群れに負けるなどと。ミコ、どうして奴を止めないんだよ。うん、わらわは観光客じゃ。スメール領内で誰かを逮捕する権利など持っておらぬ。何時らも同じじゃろ。じゃが安心せ、奴は逃げられぬ。海上に戻ったらおのずとわかろう。よし、深く考えずにさっさと追いかけようぜ。お前らは30人団の傭兵？大マハマトラセノの命により重罪人エルヒンゲンおよび学術犯罪者カウトリアを逮捕しに参った。大マハマトラは前からカウトリアに目をつけていたが、お忙しく相手をする暇がなかった。こうして無事に逮捕できるのは君たちが提供してくれた証拠のおかげだ。大マハマトラからお二人への手紙だ。受け取ってくれ。
たちが調査してる間も裏で手がかりを集めてみんなの安全を守る準備をしてたんだな。では犯人はこちらで連れていく。君たちがここにいるなら会場の秩序を心配する必要もないだろう。祝うにはまだ早いですよ。まだ終わってはいません。ドットーレ様のために必ずまた戻ってきます。まだ強がってるのか。牢屋で改心するんだな、ファデュイの嘘つきめ。それにしてもセノの手紙では証拠とか言ってたな。ベスト16の後ミコがいなかったけど通報しに行ってたってことか。うん、なぜそのようにわらわを見る。わらわも悩んでおるんじゃぞ。せっかくの休暇なのにいとまなくいろんなものに見つかって編集たちを連れてスメールシティを巡っておったら奇遇にも大マハマトラとばったり会うて雑談しただけじゃ。肝心なのはナンジラが集めてきた手がかりじゃぞ。わーい、簡単そうに言うほど背後に何かあるんじゃないかと疑っちゃうぞ。ところで主催側もスポンサーも逮捕されちゃったけど、キノコンとこの大会はどうなるの。ルールはルールじゃ。ワッパたちが優勝し最終テストも通過した。つまりカウトリアとエルヒンゲンの座を奪ったのじゃ。これから大会のすべてはワッパたちのもの。いろんなことを経験してきたワッパたちならば最善の決定を出せるはずじゃ。真相なら狐の人からすでに聞いたわ。私のご先祖様を襲ったキノコンは凶暴化していたって。私のキノコンに対する印象は根底から誤っていて極端すぎたみたいね。え、オイラたちまだ何も言ってないのに。ミコに先を越された。ほう、感謝の気持ちはないものか。落ち込んだハニアを立ち直らせ汝たちの道を応援させるには少しばかり心を動かすものが必要じゃろう。みんなそれ以上言わなくて大丈夫よ。確かに前は意固地になり続けて完全に麻痺するまで自分を欺いていた。でも今こうして真相を見たわ。英知宝珠がなくても炎一は私の命令を聞いてくれた。この子はずっと私を信じてくれてた。私の負けよ。君たちの異議と処罰を受け入れるわ。処罰だなんて大げさだぞ。怖い話をしたり炎一に厳しくしただけでまだ悪いことはしてなかったじゃないか。ちょうどいいぜ。これからどうすればいいのか思いついたぞ。よし、オイラもう完璧だぞ。今すぐみんなにお知らせしようぜ。こんな舞台で大人数に向けて話すのは初めてだぞ。ちょっと緊張してきた。この度オイラと旅人が運よく優勝者になった上陰謀を暴けてとっても嬉しいぞ。この大会をよりよく開催する責任はオイラたちが担うことになった。主催側とスポンサーは逮捕されたけど各出場選手の報酬は予定通り配るからどうか安心してくれ。やった、これを待ってた。賢明な判断ですね。ただ今の H 宝珠にはまだ欠点がある。周囲の環境に影響を与えて人々に健康上の問題を引き起こしてしまうことがあるんだ。だからキノコンの仲間はまだ
いつもみんなのそばにいるってわけにはいかない。健康のために各選手はキノコンの仲間としばらく一緒に過ごした後、キノコンを一番頼れるテイマーのハニヤーに預けてほしいんだ。でも仲間と長く離れ離れになることはないぞ。ハニヤーがキノコンたちの面倒を見てくれてる間、オイラたちは教練員に H 宝珠の改良をお願いして、一刻も早くこの問題を解決してみせる。それに今回の大会は面白かった。一回だけじゃつまらないし、みんなももっと対戦したいよな。技術的な問題が解決したら、お前たちもキノコンの仲間と再会できるはずだ。その時にはまたみんなで勝負しようぜ。これが私への処罰？準優勝者へのご褒美と言った方が正しそうじゃな。心配しないで、ハニヤーさん。キノコの仲間と仲良くするのは結構幸せなことだよ。あなたもそうでしょ、てんてんヨーヨージュ。それでもやっぱりなんだか少し寂しいな。てんてんヨーヨージュのことあなたに任せたよ。旅人、パイモン、それにレイラ、キツネの人、君たちは本当に不思議ね。ハニヤ、みんなの前で宣言しちゃったんだから、お前も元気出すんだぞ。ええ、君たちの言いたいことは聞かなくてもわかるわ。テイマーとしてその依頼を受け入れましょう。最善を尽くしてキノコン、みんなの大切な仲間をちゃんと世話するから。ヒヒ、もっと早くその表情を出せばよかったのに。それでこそオイラたちが友達になりたい超すごいハニヤーだぜ。じゃあみんなはしばらく自分の仲間と思いっきり遊んでくれ。